皆さんこんにちは。この動画では長野県の乗鞍高原にある磐所大滝と浅間淵を紹介します。磐所大滝は乗鞍三名滝の一つに数えられています。駐車場から滝の見える展望台まで急な階段が続いていました。ものすごい勢いで流れ落ちる滝は幅15メートル、高さ40メートルにもなります。展望台まで水しぶきが普通に飛んでくるので対策しておいた方がいいと思います。ゴツゴツとした断崖が落ちるダイナミックな光景と滝壺や植物の神秘的な光景が合わさっていて感動しました。ただこれでも乗鞍三名滝の中では一番見応えがなかった印象です。続いて磐所大滝より徒歩10分ほど離れた浅間淵へと向かいます。道中の遊歩道でも苔や渓流、新緑など美しい自然の景色が楽しめます。磐所小滝の案内板がありましたがどれか分かりませんでした。奥にあるあれだとすれば一般人はいけないです。浅間淵は知名度が低く Google マップ上でたまたま見つけたとできましたが、めったに見ることもできない奇妙というか不思議な光景が広がっていました。溶岩によってできたドーム型の縁の上に広がる樹海のような世界、さらにど真ん中を貫く渓流の景色に圧倒されました。普通見ることのない角度から眺める青と緑と黒の景色には誰もが心を動かされると思います。2つの絶景を見られる上に遊歩道でも大自然を堪能できるので、湯巡りの合間に訪れるなら最高のスポットだと思います。紹介は以上です。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。